ということで、11月8日第8回目のゆりけんです。よろしくお願いいたします。さあ、ということでですね、本日も、箱木工さんの方からお送りしております。渋谷駅から徒歩5分のところの、いろんなタイプの広さのお部屋があります。ヨガやミーティングはもちろん、スパフォーのオフ会なんかのご利用も可能です。詳しくは箱木工で検索してください。はい、ということで、はい、以上インフォメーションでした。さあ、まずじゃあ軽くオープニングトークなんですけど、吉木さん結構前回から間が空いてたと思うんですけど、何してましたか？なんかマイブーム、最近のマイブームみたいなのがあればぜひ聞きたいなって感じなんですけど、まあ、最近剣、まあ、ずっと使って、ね、おい、お前ら何持ってきてんですかほら、あの、触れられないと寂しいっすね半端なく寂しかった今はい、すいません、ゆみけんです。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。ね、頑張ったね。頑張った、ほんと頑張った。にわかっぽさが出てたよ、すごい変な後いっぱい書いてる今はい、完全ににわかですからね。さあ、じゃあちょっとさっきのね、続きなんですけど、ちょっとね、はい、あのマイブーム、みんなのマイブーム聞いていこうかなと思うんですけど、はい、どうした、岸健さん。マイブームはね、まあ俺はもう最近、龍ですね。お、龍。おう、いや、龍面白い。あ、やっぱ龍、ローキャラっすよ、あれは。やばい、あれはいいキャラっすよ、マジで。なんかね、うん、剣は結構歩くの遅いから、あの、竜みたく思って竜は、まあ、いろいろちょっと頑張ってあのアルマスぐらいになれたらなっていうぐらいで、最近ちょこちょこ開けては。お、今いくつなんですか？今だいたい5万8000、7000円ぐらいなんで。今竜のアルマスはどのぐらいでなれるんですか？あれ、今7万ぐらい？7万ぐらい。じゃあまあ全然頑張れば射程距離内ということですな。なるほど。え、吉祥寺龍になる可能性あるんですか？吉祥寺龍解明。いやいやいや、もう剣がメインですよ、あくまで。さすがに剣、あくまで剣メインだけど、うんうん、いや、でも龍をやると、ね、勉強になるんで、いろんなことが、みんな言いますよね、よくそういう風にね、うん、まあそんな感じですかね。なるほど。じゃあ続いて、浮さん、なんかマイブームありますか？あ、僕ですか。はい、最近はですね、あの、ちょっとマイブームっていうか、もともと僕バンドをやってて、バンド、バンド、ほうほう、でちょっとあの楽器のベースやってたんですけど、はい、あのヴィンテージショップっていう、ヴィンテージショップっていう、はい、ちょっとあの、まあ、古くから使われてるいいギターを、まあ、思想とかもしないんですけど、体も動かないし、ちょっとそういう楽器巡り、楽器屋さん巡りをして見るだけみたいな、ウィンドウショッピングしてみたいな、あの、見てなんかこう過去をこう思い出すのが、ぼーっとするのが今しない。あ、なるほどなるほど。まあ、買わないと。まあ、買わないですけど、買わないで見てるだけ。高いからね、ヴィンテージは。なるほど。70万とか、あ、すごいですね。70万とかいうベースを見て、それ触れるんですか？普通に弾いたりとかできるんですか？弾けますし、まあ、一回ちょっと思想させてもらったんですよ。聞かせてもらったんですけど、はい、まあ、ちょっと、まあ、腕が衰えてたんで、まあ、ちょっとそれでちょっとまたベースに興味を持って戻ったらいいなと、うんうんうん、いいじゃないですか。なるほど。中学生ぐらいからやってるんですよ。あ、へえ、じゃあ結構ベテラン。ベテランっていうのは、まあ、ずっと触っちゃいました。でもやめちゃってたんですか？もうやってなかったです、ね。大学卒業して、もう普通に仕事してから全然触ってないです。そうするとあれですか、浮さん、もし、あの、出先で今後負けたら、ここで浮ベースあります。おあ、じゃあ、浮きポエム。だいぶ罰ですね。ベース弾きながら浮きポエム。あのベースのポエムもやってないんで。いやいや、ポエムやってんじゃん。ポエムはやってない。あれ、本当に本当の本物のポエムの人からフォロー来たんで才能認められてんじゃん、それじゃあどうしよう、大学ブーツですか、どうしよう、ここどういう意味なんですかとか、どうしようと思って、そわそわして、そわそわしちゃった。でも、でもなんか書いてる3、4ヶ月前の話ですけど続けていきたい、ね、やったらいいと思う、うん、うん、ってか面白いと思うよはい、続いて新年のマイブーム、はい、マイブーム、マイブームというか、この前初めてストクロ触りました。あー、ストクロ、なんか最近じわじわなんかちょっとみんながやってるんじゃないかって噂のストクロ、あれ、ストクロなんかマックのバーガーみたいになりましたけどなんかあのストクロね、はい、調整入るらしいじゃないですか。あ、そうなんですか。そうなんですよ、ストクロ大きい調整入るらしいんで。あ、マジっすか。じゃあなんかちょっとワンチャン両ゲームになる可能性がかなっていう期待込めて、ちょっと触ってみようかなっていう。いいですね。せっかくね、なんかスマホがまだアップデート来ないんで、うん、今は一番多分動いてるのってストクロですよね。バージョン変わるっていう意味では。確かに確かに。なんでちょっとやってみようかなってことで、ちょっとやってみます。
あでもみんな結構言うんですけど、うん、ストクロちょっと調整が入ったら両芸に化ける可能性があるんじゃないかみたいな結構よくちらほら聞くんですよね。なんですかね。どうなんですかね。それ全然わかんないです。わかんないですけど、とりあえずはストクロちょっとやってみたと。そうです。なんでちょっと、ジュリールーバーとやりましたね。僕ダウンロードコンテンツやってなかったんで。ああ、そことりあえずやってみたってだけですね。おお、じゃあとりあえず触りだけに。だけです。なるほど。でもワンチャンやりたいですね、みんなで。ああ、ちょっとあれ2対2できますもんね。ああ、面白そう。ね、そこからなんでみんなでやりましょう。やったら。はい。はい。そんな感じです。コーディが強いって。そう、コーディ強いって。コーディやばい強いらしい。いう話ですよ。はい。はい。カリパクさんは。カリパクのマイクの。あのね、はい、歌なんだからちゃんと落としてよ。ごめんね。じゃあ、あのね、今、はい、Xbox で、うん、スカイリムってゲームがあるんですよ。スカイ、なんか聞いたことある。多分ね、みんな知ってると思うんだけど、スカイリムっていう、もともとはなんか PC のゲームだったのかな、はいはい、わかんないんだけど、なんか、結構話題に前になってて、それからちょっと気になってたんですけど、うん、それちょっと遊んでみたんですよ。どんな感じのゲームなんですか？シミュレーション？あの、アクションみたいな、そう、はいはいはい、アクションなんだけど、なんか、こう世界がバーって広いところがあって、で街がいっぱいあって、で自分はなんかその国にこう運ばれてきた囚人でみたいな話で、はいはいはい、でなんかそのクエストがいっぱいあるんですよね、街ごとに。ほうほうほう。でクエストをこういろいろこなしていきながらその世界をこう冒険するみたいな。ゲームなんですけど、洋芸なんですよ。洋芸で、そう、私洋芸やったことなくて、で遊び方のわかんないんですね。洋芸っていうかわかんないんですけど、なんかすごいフリーダムなゲームで、それが何をやってもいいんですよ。あその NPC っていうか、その、あのクエストの依頼主を殺しちゃったりとかしてもいいんですよ。本当に何してもいい、本当に何やっても遊べるゲームなんですよ。はいはい。で私その日本製のゲームしかやったことなかったから、その今までご丁寧にこれを次はこれ次はこれ次はこれっていうゲームしかやったことなくて、はいはい、どうやって遊べばいいか分かんなかったんですけど、うん、初めてそのゲームをスカイリムってゲームをやって、うん、こう好きなことをやっていいんだゲームの中でってなってすごく驚いたっていうカルチャーショックを受けたっていうのが最近の前分。結構やってるみたいな。ショックを受けたの前分。そのスカイリムってゲームが前分。結構やってる方なんだったの。あ、でもそうでもない。でもやってる。まだちょっとやり始めたばっかり。あれなんだけど、でも結構そこそこ進んでます。なんかそれメインクエストはそのいつもこうなんていうか主題のクエストがあるんだけど、それ自体は3時間とかで終わっちゃう、すごい短い話なんですよ。はいはいはい。もういろんなとこ行っていろんな何でもできるんだけどみたいなことですね。はい、はい、ということでスカイリムがマイブームです。はい、はい、ということで、まあ、じゃあ一通り皆さんのお話も聞いたところで、はい、本日のゲストを言っちゃいます。はい、行っちゃいましょう。行っちゃいますか。はい、いいよ。ということでね、はいはい、本日のゲストスーパーサンタローマンさんです。はい、じゃあこちらに、あ、じゃあ1個ずれますか。はい、さあ、すいません、お待たせしちゃいまして申し訳ありません。さあということで、本日は、新宿での競合サガットスーパーサンタローマンさんにお越しいただきました。はい、スーパーサンタローマンさんのね、まあ、ちょっと長いんでサンタローさんって呼びますけど、競合っぷりはもうね、とどまるところ知らないと皆さんが言ってましたよ。まあね、新宿で増え続けてますからね、名前変えようかな。恥ずかしくなってきた。なんでされる。名前の由来。あ、名前の由来。いや別に何もないよ。何もない。何もないスーパー。なんかね、可愛いかな。そんなに言うなんですか。そんなに言うなんですか。まあでも本当にとにかく強いんですよ、サンタローマンさんは。うん、もうさっきもちょっとやらせてもらったんですけど、本当に何もできないままにこう死ぬっていうのはこういうことかっていう試合ばっかりだったんですよ。そう、あ、死ぬなっていうスーパーサンタローマンさんと、本日は吉祥寺県、我が指県からは吉祥寺県が10先ガチの相手ということで、はい、さあ県サガッ
ことなんですが、お二人の見解ちょっとお伺いしたいんですが、どうですかね。どういう試合になるんですかね。あの一応これ人によって本当に違うと思うんですけど、うん、個人的には五分だと思います。あ、なるほど。うん、はあ、なんかあんまり県側は、うん、あの中央からでも行けるガフがあるんで、ああ、なるほど。まあまああのその辺を軸に攻めれたらなと思うんですけど、まあでも近づくのが大変ですよね。そうなんですよ。なんでまあどうですかさん。中央からガフなんだ。あ、そう。いや個人的にはまあ五分ぐらいかなって思ってますね。どの辺が五分だと考えるところですか。まあ近づかれたらまあきついんですけど、うん、近づきづらいと思うんですけど、うん、じゃあ、まあ、やっぱりその距離を詰められた時はちょっと剣が、まあ、剣、ね、あーなるほど。わかんない。そう、まだまだなんかこういろんなことがこう、うん、また読み合いも一周して、うん、ああの今まで通んなかった時が通ったり結構下がった線はするんで、うんうん、もう気づくのはきつい。なるほど、はい、じゃあやはりこう剣側からしてみればやっぱ近づいてこかしてそこからループさせたい、うん、で逆に下がった側はなんとか近づかせないでショットと対空でこうなんとかちょっとゆっくりで処理したいっていう戦いになるっていう感じですよね。はい、なるほど、わかりました。じゃあちょっと実際行く前に聞いちゃいたいんですけど、何対何でどっちが勝つと思いますかと。あ、自分で自分で言っちゃってください。まあまあ謙虚に10対7で自分で勝つ。謙虚に10対7。謙虚で10対7と。あ、そうですか。なるほど。で、スーパーサンタローマンさん側が勝ちと。はい、そうですね。しげさんはあ、これ奇遇で僕も10対7で勝つんじゃないかな。おう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 、かぶせてきた。さあ、じゃあお互い全く意識も五分ということで ね、じゃあ、はい、一応ちなみにですね、一度新宿で、はい、あのやったことがありまして。なるほど。その時は、うん、サンタローさんが10対7で勝ってます。おお、そうだっけ。リベンジ戦。リベンジ戦。なるほど、ちょっとそういう話もっと聞きたいですよね。さあ、事前の戦いでは、10対7でサンタローマンさんが勝っていたとのこの試合ですが、果たして今日の結果はいかに。さあ、ということでお二人はそろそろよろしいでしょうか、準備の方は。はい、それでは壇上の方にお願いいたします。さあ、本日の、実況解説の方は、実況が新さん、解説は三木さんにお願いしようと思います。よろしくお願いいたします。さあ緊張するねと声が漏れてますが、はい、どうぞお願いいたします。さあ、あ、ちょっと大丈夫です。はい、結構ね、ちょっと待って、ちょっと待ちで、はい、はい、お願いします。1回ずつどうしても流れが悪いなあ、ちょっと待ってもらえる。あ、お願いですか。あ、OK です。はい、それでは始めてください。はい、ワンピー側がスーパーサンタロマンサカット、ツーピー側が吉祥寺県。さあ、吉祥寺県の県の方がいいんですかね、ちゃんと言うから。そうですね。これいつも迷うんですよね。迷うんですよね。もう県って言ってるからいいかと思っちゃうんですよね。吉祥寺県さんの県っておかしくないですかって話ですからね。この前、ダルシムさんって方がダミー使ってましたね。そうそうそう。これなん、どこで言うか。公園でいらっしゃって。やべえなと思って一発で覚えました、ね。それちょっと面白すぎますね。はい、さあ、この方行きましょう。はい、さあ、飛びが通って、さあ、勝利まではいけなかった。さあ、この距離をどう剣側が縮めていくか。サガットとしてはさまざまな球で使い下ろせない方がやはり立ち回り的には有利なのか。さあ、こうなって端に追い詰められると筒井が2位で追い返す。さあ、昇龍で暴れて、さあ、お尻目表昇龍。さあ、しっかりとセビキャンコンボを決めていく。さあ、画面端、さあ、めくり立ち回りから投げていく。さあ、最後は、さあ、これはどっちだ。怪しいネタ、怪しい。さあ、これで地獄ブルマからの前中足で触れる商品ですね。だから大パンが怪しい当たり方する。さあ、一覧目取ったのが非常に危険。さあ、大難度。さあ、ゲージを吐いて距離を離し、さあ、弾合戦。さあ、剣側としてはやはり弾を打つ素振りをしつつ飛び込みと前中系がメインになっているのか。さあ、やっぱ前中系が前中系、うん、そこをどう止めていくか。ローキックが一番すごいから。タッコ足。タッコ足。タッコ足ですね。サガット側のタッコ足。昇竜間に合うし。おお、惜しい。中足が。あ、これは。
さあ、アパカから相打ち、ウルガス、タイガーキャノンで、2ラウンドに必死、取り返していったサンタローマンサガト。さあ、ファイナルラウンド。さあ、ゲージ状況で言えば、剣側が大幅有利。さあ、この移動セリフですよね。移動セリフでも近づきたいところですが、玉の打ち上げがうまいからなかなかセリフが取らせてくれない。さあ、玉が選出。さあ、クータイク勝ったのが剣側。さあ、昇竜拳でバキソン勝ってきた。さあ、投げて、前して壊し。さあ、これは表を締めた。しかし、バックステップでしっかり回避していた。さあ、昇竜はこれ、EX 昇竜出撃。さあ、ここでずらしつつ。さあ、足場で決まって。さあ、これはしっかり、アパがいった。さあ、投げて、球を重ねる。さあ、球を重ねつつ、小足などで刻んで距離を離していく。さあ、さあ、セーフテーブルが追撃をぶつけてしまう。さあ、残りが、EX 球が入って、さあ、1本目取っていったのが、吉祥寺健。干渉に至ってますね、吉祥寺は。ね、はい、初戦を大事にする方なんでね、気持ちよかったですね。気持ちよかったこの解説いるかこういう解説なのいいと思ういいと思うよ一解説みんなにそういうの聞きたいと思ういやでもね、本当にやっぱ勝負は結構1本目とか2本目とか勢いっていうのをすごい大事にする人だから今の勝ちは本人的にはすごい動きに関係してくる。なんかあの心量と呼ばれるものがあったりだけど、実験は多分あの流れみたいなのが、そういうのを本当に大切にしてる人だから。さあ今度はサガト側は追いやったが勝利で合わせていった。さあじゃあしっかり勝って。さあここはしっかり回復。はい。からタイガーキャノン。ここがしっかり倒しきる。さあ痛みとったのがサガト側。結構投げづらグラップが多いですね。結構なんかもう読み合いが一周してなんか投げに。胸筋戦になると移動投げのタイミングもコロコロ変わってくるから、それをどう対応できるか。やはりサガット側はセービングで使われるのが嫌だから、EX の球なんでゲージも入っちゃうんで、どっちかというとゲージがあまり溜まってない状況が多いんです。さあ、これは深くないんだな、しっかりとガス。さあ、昇竜が下がって、二度にしっかりと反撃。さあ、昇竜拳で走りまで行って、さあ、近づけるか。さあ、これは、玉読みで打ってしまった。さあ、取り返していったサンタローサガト、これで星が1-1。いいですね、今のちゃんと番組の尺を考えて殺してくれましたね。最速でわざわざガードする必要がなかったという。なるほど、はい。さあ、やはり前に詰めていくのが剣側。距離を離すと上に下がってスペースを確保していきたいサンタローサガト側。この球の打ち上げをどう対処していくか。さあ、足場でポカして、さあ、このポカした時の離弾、これがジャンプダイパー使ってしまい、さあ亀梨はグラップ、さあローで刻みつつ、さあ球を当てて、さあ2位もしっかり跳ね振らないやつから、さあこれもしっかりと2段当てていく。さあこれは最初間に合わない距離だったか。さあセミが当たったところをしっかりと対処していって、さあこれは空中に向けてアパカスカートを落としたのか、しっかりと当たってしまい、1ラウンドのサガット側。サガットは弱中強でアパカ使い分けるんですか。なんか全部強で落としてるんですか。一応弱も使うのかな。個人的な感じになってしまうんだけど、なんかサガット側は弱と強の2つしか俺は使ってなくて、一方みたいな。中は使わない、ね、あんまり俺は使わなかったかなっていう。ただやっぱりそこら辺も煮詰まっていってるだろうから、ちょっとそこも見てみたい。竜はね、強キャンセルができなくなったから、歩行みたいに中を使わないってことはないけど、サガットはそこら辺変わってない気がする。昇竜拳があって、この2位の2段目の当て方ですね。下段目をしっかり当てる、ね、そのために5パン10パンだったり距離によってしっかりと当てて、さあこれはインジテーターが使ってしまった。さあチュラス差し込んで、さあこれで星が5分、最終ラウンド。さあこの球をどう取り組むか。さあ飛んでつかみつつ、さあイエスの球が当たって離れてしまう。
さあ大パリさせましょう。あー使ってしまい、さあお互いまた中距離、さあ家黒玉で押し返されてしまい、また距離が離れてしまう。さあ移動、さあめくり、しっかり大観恐竜、さあめくり竜巻で赤さもつかす。さあこの距離しっかりと差し返し、さあサラト側がウルボンゲージが溜まってなかなか球が打ちづらいか、しっかりとジャンプコイジ合わせていったが、この後もこれが入らない。さあグラップして、さあまた距離が離れてしまう。さあこの距離からどうやって近づくことができるのか。さあこれは何かのミスか、大パンが出てしまったところに球が刺さって、さあこれで星が逆転、サンタロサガットが2勝目。お互いゲージがかなり機能してますね、うん、EX ショット、アパパ、まあ、お互い勝利キャンセルがあって EX 立ちますね。さあ勝利スタートに反撃に来てしまい、開幕ダメージされたので連打は、さあ勝利を原ジャンプで突かす、この原ジャンプも嫌そうですね、うん、移動アパが押しないといけないのかもしれない。さあ画面端で追いやったが、波動にしっかりセービングに割れて追い返していく。さあ DX 様、わうまい、エビで前見たものにしっかり大パンで当てていく。さあ巻きつけ巻きつけ近づきつつ、さあ恥ずかしくなってきた。さあ DX 様、さあしっかり、これはジャックパだった、ジャックパだった、これがジャックパ、今今日だとやっぱ飛ばされちゃったのかな、スタール可能性あったんですね多分。うん、よく判断する。さあ竜巻を当てて密着状態に持っていったが、さあこのコパン暴れとタツパシ暴れ、この選び方なんかもあるんですよね。サガット側が小技で暴れつつ、チクチクダメージを取られてしまい、気がつけば体力大幅リード。さあ球の打ち合いになって、さあこれで後ろ投げから、しかしゲダンをしっかりガードしたが、その後の暴れが勝ちない、また投げる。さあこの回し方が先ほど見たがしっかりと対策している。さあ前に来ていたところにジャンプを刺さってしまい、さあローから、さあしっかりと使ったところに壊しアパが、サンタローサガットがこれで3勝目、うん、やっぱり焦ってマイチル系なんかで近づくとそこをしっかり狙われてる感じがしますね、うん、サンタローさん側がやはり球の打ち方がうまいので、なかなか的が飛ぶタイミングだったり、セミの弱強の伸びの最速前出しですね、が機能していない感じがある。このサンタローさんは特にこう2位があって、タイガーショット、上玉、瀬玉があって、昇竜拳がある、技をちゃんとふんだんに全部使えてるから、やっぱ強い人との技をバランスよく使えてますね、佐藤さんなんか、特に見てて思うし、あ、ここで2位だなみたいなところ、ちょっとすごいな。水泳の持ち方、技の持っていかないというのが、すごい速いですね。この辺の確認もそうですね。さあキッチンからはぁっていう悲しい声が聞こえてきたが、大丈夫か。さあこの距離、サガット側が歩きが遅いからなかなかあの距離を取るのが難しいはずなんだけど、しかしと玉や台形かなり壊し、そしてタイガーアッパカと昇竜拳などでしっかりと押し返し、剣側がなかなか密着状態を作れない。さあこれは中足でピーターがダメだった。リードアパカでしっかり対処して、さあ2位のベンダーで EX のアパカと、さあ中盤ジャンタイガーからタイガーキャノン、さあ体力ドットでこのダメージは痛すぎる。やっぱ反応速度がすごいですね。反応おじさん、反応おじさん、反応兄さんって言って、本人からは反応兄さんって言ってってこの前に伸びて言われた。さあ皆さん覚えましたね、反応お兄さんです。さあ三太郎さんがこれで星が4つ目、星で言えば3つリードしている状況、4対1。さ
さあ台足で交換して、さあ投げに行ったところか、ヤグリに投げられて画面端を背負ってしまったのがゲンガー。さあこんなところにはしっかりとアパカタイク、さあしっかりとここもアパカタイク、さあさらにはアパカタイク、さあさらにアッパーカット。これは読み合いが非常に強かった。さらにアッパーカット日本語おかしいですね。アッパーカからのアッパーカしかしこういうのを見せられるとなかなか剣が打ちづらくなってくる。実際では非常に大切な読み合い。さあマシコパン移動昇竜から移動投げが決まり、右手では表をしっかりガード。さあアッパーカットを投げられてしまい、さあここもしっかり吸っていく仲間を重ねる。あ、EX がお互い総裁巻き受け大逆払い。さあしかしここにはローキック、さあ2位でも押し返されて、これは厳しいか。さあ飛びが通り大き攻めを投げる、さらにはめくり壊し、さあこれがコンボ見せてしまったか。ここでもしっかりとアパカからタイガーキャノン。さあサンタローサガットが5連勝。タイムアウト大丈夫ですか？まだ大丈夫。さあ大丈夫かな。よし、さあ集中を入れ直した。さあ球でしっかり時間しつつ、さあ久しぶりにサガット側の前ダッシュが通った気がする。さあ台足で前に歩かせない。さあこのめくり竜巻気味の軌道はジャックアッパーカットみたいですね。ガジン、さあ頭の打ち合い、さあこれは打たされてしまった。さあ中盤2位で1回1つ、さあ EX 勝利で暴れていった。このゲージ捨ててないぞ。さあ最後もしっかりと削られてしまい、さあ苦しい状況が続いている。これです、このがサンタロウさんが新宿のあの猛者が集まるゲーセンでいろんな人の方の心を折ってきたこの強さです。やっぱね反応ですよ。反応です、反応速度、反応速度。ただそれだけじゃない、それず立ち回りの全てが素晴らしい性能。さあ移動投げで、こちら目がさあアパカーで暴れて空中くらいにいた。さあしかしセビ、さあフォアドレスカズコンディションにしっかりと球を当てていく。さあ球が速かった。さあ移動勝利からしっかりとコンボでどこまで削ることができるか。さあ今のセビさんみたいな距離が若干怪しかったからか、セビ3まで狙いにいたからで。さあ球合戦、いや、しっかり狙って、さあ、コンブレーンはしっかりと必要くらい、これは体力全て削り切る。さあ、アパカで削り切れなかったが、グレーンではしっかり削り切った。ラウンドを取り返し、ファイナルラウンド。これでね、流れが変わるといいですね。さあ、キッチン側が若干迷いがあるか、なかなか動きを絞りきれていない感があるが、しっかりここの足払いで。さあ先ほど中足に対して背びを見てバックスでしていたので、今回は波動を打っていった。さあこの辺の読み合いの速さもまた面白いところ。さあこれはしっかりと透かしてしっかり倒しきる。さあこれで星が5対2。さあこの1勝はでかいぞ、流れに乗ることができるか。第8試合目、あのサガット側の若干やらしいところってなんか足元の暗い判定おかしいよね。サガット立ちで後ろに下がるとめちゃくちゃ暗い判定下がりますよね。下がるっていう、あそう、うん、ジュリーがしゃがみ中足下玉放しがあってしゃがみ中足入らないけどしゃがみ中パンが入るんだよね。なんか若干上の方に落ち目の判定でないと当たらないっていうのがあります。あ、そんなのある。そう、めちゃくちゃ薄くなるんですよね、サガット。へえ、なんか工事で気になるとこある？あるある、セビ必要と思って当たるかなって距離でセンター当てたい距離でセビを振ると
サラとかちょっと後ろ歩いてるモーションだと刺さっちゃうんです。あ、当たりそうな距離なのに当たってるのに刺さっちゃうから、その後そこってね、あるあるでしょ、あるある、でしょでしょ、そうそうそう、そういうこと、そういうことか、そういうこと、そういうこと、多分いろんなキャラでタカトに対して足元に薄いものだったり変えていってる人も多分いるはずだから、なんか天にもそういうのあるのかなっていうのをちょっと思ったんですね。さあこれは先ほどの試合しっかりとウルコン2で取っていったなんだろうかなと、この先ほどの一勝の流れを無駄にさせない出場事件、このラウンドをしっかり取っていきたいところ、この通常技の振り合いですね、球は打って放ちたいけれどなかなか打ちづらい、しかし地上戦でもサガット側が今のところダメージを取っている格好、さあ球を当てて中段 EX の竜巻でアバカを光らせる、さあ EX、 さあ竜巻で球をかわしつつ扇風劇、はい、今星は5対2です。さあ伊藤昇龍できっちりとこのまま取れるか、非常事件、うん、流れ打ちたいときないですからね、うん、さあ球で離しつつお互いの球合戦、さあそれを裏切って前段2つ、ここで投げが通る、さあめくりから昇龍拳、これはさあジャンプ小足がアパカッと相打ちになってしまい、さあ今のもしっかり反応している、やはりなかなか上は通りづらいか、横がダメなら上という発想が基本ではあるが、それもなかなかさせてもらえない、さあ EX 昇龍、さあまた昇龍拳、内容をしっかりグラップ、今の内容グラップは大きい、なんか人間の心理的に2回同じコード出されると相当思考停止しますよね。さあここも勝利が暴れてさあ星がこれで必要事件側が3つ目、さあ星残り2つ差まで追い詰めてきた、うん、同じ行動で2回相手を潰すっていうのはすごい、あの相手の脳を弱らせて、なんかこう、あ、1回目は、うん、あ、こういう手があるのかで済ませられるんですけど、うん、もう1回やると、うん、あ、またやんのかこいつ、うん、次も来るんだろう、うん、けど、まあさすがにっていう脳が、うん、イエスなので、うん、すごい、で EX ジャンプも1回当てるよりも、うん、もう1回出して、うん、結構嫌な思いをさせるのはそこで、うん、なるほどなるほど、遊びがどうですか。さあこれはジャック昇龍から前ジャンプ大パンフレンチョンだったか、うん、さあしかし対して対空間に合わず、さあ流れに乗っていったか、うん、ちょっとあの危険側のジャンプ攻撃に早出しの台形、うん、あれがなんか移動系をちょっと潰してる読み合いがありますね、うん、さあ流れに入って、この下がった側のしゃがみ台パンって地味にいやらしいよね、うん、横に長くて威力も高くてカウンター確認からアバカ密着ランジのみたいに2回目やったらできるのかな、さあ前向きやカウント確認、さあ抜け出す巻き、さあセビが使ってしまうが反撃できず、さあ頭で押し返している、さあこの円台系にしっかりセビ2を合わせる、さあこれはしゃがみ小足だったね、さあ当たる、じゃあ次合わせて、さあこれで、ね、剣側が逆に打ちなくなったか、さあこうやって歩いていく構え、さあここで反応したが出なかった、最後は前大キック落ちてきましたね、セビにも引っ、あのバックステにも引っかかるからこれは相当強い、うん、中段でバックステにも引っかかるから、サガット側がバックステの線があんまり威力はないから、ね、そう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 、まあコーディーとゴーケン使ってるからこれには苦労させられてる、うん、さあこれは止まらず、しかしグランドタイガー、壊しグランドタイガー勝利をしっかり放つ、このサガットの立ち壊し、立ち壊しですね、立ち壊しが、1段目のみキャンセル可能、ローキック、そう、この1段目の場合がすごい短いんでこれをしっかりとキャンセル確認できるのがすごい、さあ我慢だ、あの荒れつつ、さあ剣が苦しいか、しかし押し攻めこかせればワンチャンある、ここからっていうところで
タガット側がアパカでしっかり暴れて空中フライになってるからなかなかそのまま継続できない格好、一番美味しくない形なんですよね。さあ吉祥寺天がグレンを何度も使っている場面が見えるが、それは勘太郎さんがやはり球打ちが上手いから的が絞れていないし、先ほどまで打っていたところでまず打ってないんですよね。さあ先ほどまで波動まで入れ込んでいたが、今回はしっかりと入れ込まず、フォアシーまで確認するようになった。さあ前台からフォアシー面白かった。さあ距離を離したいところ、カリソンハグを離して、さあ今のはうまい、中段勝利、中段ガード削っているが、さあ阿炎ダイパンに家貴様がかかって、さあこのラウンドを取れば棋士剣側が取れば星は五分になる状況。やはりお互い流れを持った方が連勝するのか、4連勝返しの4連勝早出しの連勝。さあお疲れ様、体力は半分。あこれさあ勝利で、さあここは勝利で潰れたか、通常あのお使い方剣側が不利なフレーム取った時の最速暴れでなかなか剣側が流れに乗れてない格好、さあ裏投げからしっかりとガードをする、あとで1回ですね、後ろ投げ前中継フレーム取るからの前ジャンプダイパン、あれが表ガードなのか、さあこれはどうだ、対空タイガーキャノン、これはしっかりと当たり、さあ追いつかせないサンドロサラト、星6つ目64、お互いタイムアウト取らない、集中力切れちゃうことがありますからね、逆にタイムアウト取るとこういうシーソーゲームだともしかしたら取らない方がいいのかもですね、しれないですね、一回気分を切らしてしまうとそのままずるっていう時間がありますからね。番組的には撮ってほしいんですけど、いやいやそんなことないよ。なんか昔学校で人間の集中力は持っても90分が限界である時なんて本当なんですか。あでもそれはありますね、でもやっぱその普通の集中よりももっと高い集中力でゲームやるから持たないと思いますよ、30分も持たないと思うんですけどね、どうなんですかね、このぐらいなんか相当集中しますよね、やっぱゲームは、はい、そのうち誰かがずっとチョコレートを食べてるとかあるかもしれないですからね、フォームを取りながら、全然いいですよ、いや、ありだと思います、いいですよ、取ってください、はい、ぜひレッツヒントのエルさんみたいな方、待ってます。さあ、しっかりと対空で落としていき、さあ、勝利暴れていく、さあ、お互い勝利を打っていく、危険側の対空を見ないですね、今ちょっと中小量さっき、はい、下がった側は前に飛んできてないんでしょうね、飛ぶ必要ないのかな、そう、飛ぶ必要ないと思う、いいキャラだ、地上で十分戦えるキャラなんで、いいキャラだね、いいキャラ、さあしかし飛んだところはしっかり落とす、さあ中段、さあしゃがみ台パンで追い払い、球も当たる、さあこの DX 様、DX 様、さあ、この合戦からここでしっかりとキャノンを当てていく、さあ、体力が近くなっていた、さあ、球が踏んでしまい、これはこれはどうだ、これはさすがにダメだ、ポパンで倒していただく、強気の波動がね、こう効かない相手だから、一切の甘えだとんのよ、星がこれで7対4、反応ですダメですよ、反応お兄さんですよ、プレプレプレちょっとプレプレごめんなさいねさあちなみにこの三太郎さんはこの前開催させていただいた第1回の海県杯優勝メンバーですね、あそうだ、アブアキャミー、ヨーナシー、ヨーナシー、そして三太郎さんがと、さあここでパーフェクト、パーフェクト、さあ、なんか危険変なポーズですけど大丈夫さあ、体の柔軟、しっかりとほぐしていく、もう結構すごい緊張状態になると筋肉ってすごい硬くなるんですよね、で、そういう時ってこう血流がすごい悪くなるから脳が、脳に血が回らなくなることがあるらしいです、だから、その適度に体をストレッチするともう一回その血流が良くなって集中力が高まるっていうのもあるんで、体もこういう時に動かすっていうのは
ありなんじゃないかなと。ただでさえも課題を犯せないからね。そうなんですよね。つまりジョジョ立てですね。そうですね。オッケー、分かった。どうやったかったさあ、これしっかりケミクさんやりすぎた感がある。本人もちょっと若干笑っているぞ。ちょっとなんかね、余裕感があるんだよな。余裕感。おさあ、しっかりと。いや、そこはね、ハイエナのようにね、付けはね、許さないから。おぉ、さあ、これ、これ勝って絶対。おこれ押さえは取れるかも。ウキさんの太鼓判が。ファンタグレープ味かけるよ、じゃあ。いや、ちょっと意味がわかんないですね。何、こうやん。タイスで一番売れてる、あれ、自販機の飲むのがファンタグレープだ。へぇ、知らなかった。コーヒーとかじゃないんだ。ファンタグレープらしい。へぇ、コーヒーなんか飲まないでしょ、夜に。え、俺絶対経験コーヒーだよ。でもね、パートのみんな飲んでるよ。ほんと、カイパさん何飲んだ。私、ロハスのみかんを飲んだ。あれ美味しい。美味しい。確かに美味しい。あれ美味しいですよね。美味しい。あ、それタイスでなくて、自販機、あの、ゲームセンターの置いてある自販機で一番売れてるものが、ファンタ。あ、全部で、全部タイスだけでなくて。あ、なるほど。びっくりしました。局地的な何かだと思います。はい、失礼いたしました。話が脱線して。さあ、これは残りお互い、体力が、1割。さあ、これは1回痛いか。すげえね。接戦を制した。内さんの予言が当たる。星が7対5。この当て方、なんかあんま、当てた感がない。さあ、星を改めて確認しましょう。サンタロータガットが今、星7つ。そして、非常事件が星5つ。7勝5敗。さあ、しっかりと中足からの外足の下がってる。サガット側が若干先ほどに比べて通常技が当たってない感がある。さあ、ここでさあ、立ち中足、コパンアバがおしゃれコンボ。さあ、裏回りが当たって、ここ、この大パンが先ほどから当たらない。さあ、ここはコパン一回昇竜。さあ、しっかりと球を叩けば、これは逆波動だから当たる。ダメ。さあ、ダメという声が外野から。さあ、大難度。あれ、じゃあ無敵が、あれなんだ、切れちゃうんだ。そうなんですよね、切れちゃうんですよね。そっかそっか。それも、加味して弱波動だ。そうですね。なるほど。へえ、すごい。そうだと今のは当たらなかったですね。球が切れちゃって。さあ、しっかり勝利バックしてからも入って決めていく。カグラのタイガーで押さえてて、さあ、これは移動カードが出なかったか。押し攻め、めくりが入り、投げはしっかりとグラップ。さあ、玉が点数、上はしっかり昇竜で対空、押し攻め。さあ、めくり竜巻。さあ、剣側としてはめくり竜巻でダメ取りたいが、あんまり美味しくない食らい方したのが、これも対策なんでしょう、下がったのは。さあ、画面端でしっかり竜巻。さあ、残りだけ削ることができるか。勝利が当たって、さあ、EX 勝利。さあ、これは痛かったか。流れが変わらないようにしたいところ。さあ、しっかりとコンボを決めたいところだが、グラップ。さあ、アパカーで引っ張れて、さあ、これは相打ち。このサガット側の相打ち非常に惜しい。さあ、表押しをここで使ってきた。ちょっとコパンが引き込まれてなかった、うん。さあ、しっかりと球の試合制していく。さあ、これは白ゲージをまず回復させるところからか。さあ、しかし前に出る。岩佐藤、さあ、近づいて小足で刻みつつダメージを稼いでいく。さあ、このジリジリさ、でかい一撃を入れることができるのか。しゃがみ大パンが刺さってサンタロー下がっと星8つ目。その距離のこのタイミングのデーはすごいな。8号です。あ、もう行っちゃう感じ。あ、どんどん行っちゃう。はい、あ、行きますね。はい、大丈夫。タイムアウト本人はなしで取らない感じですね。
チを作動。さあ、橋が序盤に言っていた通り橋側が機能し始めた。しかし追い返されてしまうが、しっかりと裏回り取る。さあ、パカに対して空中竜巻。この空中、垂直の空中竜巻が結構いやらしくて、裏に回ったり。そうそうそう、あれタイミングでしか出す技ですか。出したタイミングと軌道、タレムでキャラによって、キャラによって、あのカラスなんか背が高いからタイミング出さないとめくれない。ああ、なるほど。さあ、画面端、こう機能させたいところ。さあ、セビなどを振りつつ試したいところが、いいえ、キノニ。さあ、しかし、ケンガーもアパカで暴れて、なかなか的を絞らせない。さあ、走りまた追いやった。ここで機能することができるか。さあ、セビを振ったところに前してからの投げ。さあ、この反応はどうだ、いけるか。いける、当たる。さあ、切った。さあ、先ほどのジャンプでウルコン機能した。ちなみに、あの垂直ジャンプ竜巻を教えたのは首都高時代の僕なんですよ。あ、そうなの。それから、なにこれなにこれみたいに猿みたいに使い始めて。もう、あの、キツケンは基本的にネタを知らない。僕、あの、その時立川にいたプラテンさんって人に、はいはいはい、誰しも使ってて、すごいやられて、なんじゃこれやって稼働まだ1年経ってないぐらいだった。垂直竜巻やられて、懐かしい名前でしたね、プラゼンさん。プラゼンさん。さあ、こちらを確認しましょう。今、サンタロウサガトが8本、ヒヨジケンが欲しいのに6本ですね。あと2本、ケンさんが、おっと。さあ、これはウルコン2がしっかりと当たる。ジャンタイガーでしっかり押し攻めに重ねて、キツケン側の着地波動のタイミングがかなり読まれてますね。何回もウルコン2。さあ、これは飛びが通って、さあ、キツケン側が、いや、今の飛びは鋭いです。さあ、ラウンドを取って大ラウンド。さあ、開幕で開幕のところに。さあ、でもこれはケン側としてはリターンが高いのかもしれない。やっぱり一歩近づくことによってサガット側に与えるプレッシャーが相当違うと思う。さあ、濡らしてのタイミングでの移動投げ。さあ、バックでしっかりかわして、フライパン昇竜までピッチリ。さあ、中段移動昇竜。さあ、少し暴れていた。さあ、始まない。中段タイガー2位が当たるか、カス当たり、落ち攻め。さあ、表だったか、しっかりと。あーおさあ、フェニックス。フェニックス。非常に残念な攻撃を受けてしまった。しかし、ここで気持ちを散らしてはいけない。三太郎さんに。暴れろよみたいな。削れるだろうみたいな感じでしたね。さあ、移動内から画面端。さあ、これが怪しいフレーム商品。しっかりと勢いで締めて、割と理想的な勝ち方、ね。さあ、星追いついてきたぞ。これで8対7。8対 7,、うん、8対7。接戦ですね。いい試合、接戦。いや、さあ、ここで二度投げが通る。さあ、これはジャンプ足で、ああっと、失礼しました。あるあるですからね、家庭用では。で、今の今しれっと表側のガードしましたね。素晴らしい。あ、もう手に対してさあ、ガード困難はまだ出てるのかわからないので、後で聞いてみたい。まだわかんない。さあ、この球にしっかりとウルコン2を合わせて、さあ、蛇を押しつつ前中継、昇竜ゲージを使っていく。小足投げ、この後どっちに行く。表落ち、ガードを捨て投げられる。これ10、スコアが
救急になった時はなんかあもうハイブレッドのものじゃはないないですね。もう中先に取った方がもう10本限定です。はい、はい、さあ、ダイヤして距離を離して巻いていけ、移動処理。さあ、セミ当てるか、セミセット。さあ、この足場がいません。試験のいいところはこの迷いがなくダイヤシマンの振るところですね。もう全てが速いんで当たってしまう。速い、そこそこ行動が速い。さあ、空中の巻きで追撃を与えた。さあ、今のタッチスーパーは持続当てだったか。さあ、メビア先にしっかりガード、内野もグラップ。こうなってしまうと距離が縮くらいか。どんどんと離れていく距離。さあ、シャドウもしっかりガード。グラピー、グラシャドウ。さあ、イエルシャドウ同士が隣り合って、さあ、中段いたところにしっかりとカウンターで追撃できていた。さあ、このままの大会に対しては当たる。さあ、グレンが決まって、お互いはなんかウルコン2っぽいですね。お互いこの玉抜けウルコンが機能している感じがありますね。よう見るな。さあ、飛びが通ってしっかり大パンイエス、そして竜巻ジャンプ、投げはしっかりとグラップ。イエス様で距離を離して、サンタロウさんのガード性能がすごいな。表落ちなんかはそんなガードが簡単なものではないんですけどね。だからやっぱり1回見た置き攻めに対してはちゃんと次から反撃。さあ、しかしここはしっかりメッセージが集まってしまって、さあ、星が8つ同士、8つ同士5部です。5部、8対8。バランスよく勝たないね、お互いに。固まって取りに行くの3勝4勝みたいな。うん、いやでも本当にいい試合ですね。非常に接戦。さあ、飛びが通って移動アバーまできっちりと。あ、でもこの試合取った方が結構精神的にはいいですね。タイガー、グラウンドタイガー。さあ、楽しかに離して、さあ、移動投げが通り、大きな目はめくりだった。さあ、勝利でしっかり。さあ、めくり竜巻。さあ、ローキックやタッチ足などで中間距離は距離を離しつつ球を打っていたいところだが、攻めがクラッチ前に。さあ、これはうまい。めぐり竜巻に対して裏回り勝利。裏回りアッパーから、さあ、これは痛い打ちだったか、セミが出なかったか。タッチ中盤ジャム取ったのがスーパーサートロマンサート。さあ、開幕。お互いがやはり球を警戒しつつも近づきたいところ。さあ、飛び落ちになってますね、近づきたいところ。さあ、使って中足竜巻。さあ、コマンドで暴れていた。さあ、これは2位が使って昇竜まで入れられる。さあ、しかし投げはしっかりとグラップ。さあ、ダイヤシーなのでパソコンするが、なかなか当たらないか。足払い戦でも勝てていない感じ。さあ、これは昇竜やっぱ漏れたが美味しいが、めぐり竜巻が当たらなかった、早かった。さあ、ここでアバカからのタイガーキャノンでキッチリ決めて、さあ、先にリーチを出したのがスーパーサントロマンサガット。今の昇竜レッパーの置き攻めが自分で拾ってたから。さあ、ここで終試合になってしまうのか、それとも星が9勝9敗の5部まで持っていくことができるのか。さあ、これが通ったが、ここでコンボにはいけず距離が離されてしまう。移動なりが通って、落ち攻め、めくり竜巻、中足大勝利。落ち攻め、めくり竜巻はしっかりとガードしていく。さあ、足場で勝って、さあ、これはずらし投げが入ってしまう。さあ、この距離縮めることができるのか。さあ、弾は食らいたくない、飛びも通りたくない、ウルコンも食らいたくない。どれが通ったか。あー、リーグの大会から中断。88、いや、今98でリーグだ。サンタロウさんが今リーチです。さあ、セリーで当てつつ、さあ、今のは大アパカです。ライクを取っていた。さあ、2位を
して中盤さらには EX タイガーと、さあ技をしっかり当ててダメージを積み重ねていく。さあ千賀は中足稼働なんで差し返すか、やはりそんなところにはアパカが待っている。さあ玉合戦、さあこれはカラジャンプを出してアマカを使わせた。さあグレンが当たって、お決めは前姿勢を3回からの移動投げ、お決め。さあ小足重ねなかったか、お互い着地にしっかりグラップを入れていた。さあここの投げが通って、お決めはめくり。さあ並びました、ダブルキャッチ、すごい。これは初めての展開、タイブレイクなどがないのでこの試合勝った方の勝ちです。もう行く、さあ泣いても笑っても最終試合、序盤のリードを守ることができるかサントロサガト、終盤の怒涛の投げで巻き返せるか吉祥寺県。さあこの試合球一つ受けたくないところ、後ろの投げが通ってグランドサイコを重ねていく、敵で近づく。さあめぐらす負けで、さあ勝利で弦稼いだか、そこにしっかりとダメージを与えていた。さあ足払い当たってめぐり出す巻き入って後ろ投げ、さあこの置き攻め、さあコパンが当たるが、さあ大足でこかしてコパンが当たる投げをグラップ、ガードが硬い。さあアパハラのタイガーキャノン、さあこのダメージ取ることができるか、さあここはグランドタイガー釣って移動アパからぎっちりタイク、先にリードを勝ちたサンタロー様と、さあハローカテン、さあここのジャックアッパーカナイクがしっかりしている、中華の前中継距離をなかなか近づけることができないか、飛びが通って内足 EX 処理でダメージを重ねた。さあ昇竜拳、ここの投げはしっかりドラップ、さあ勝利を打ったがここで投げられてしまう。さあこれは整備で釣って投げていき、さあデリーな展開、さあ大足が刺さって中足の DX の球、さあこのアタカ勝ったのはスーパーサントロマンサガスト、おめでとうございます。さあそれではぜひお二人には前にじゃあ来ていただいて、はい、あ佐藤さん前に前に前に、はい、もう前に言ってれば真ん中にあじゃあ口元さんここ、あじゃあそうそうそう、いやーいやーなんかいい試合だった、すごい試合だったあどうぞ来ちゃってください、どうぞどうぞ、この辺結構ちょっと感動しなきゃ最後ちょっとなんかじわっとしましたね。マジですか、すごかったです。いや本当お二人ともお疲れ様でした。いや本当にいい試合だったと思います。本当にいやでもこの接戦を制したのはサンタローマンさんということで、いやー当然のまあでも当初の70というスコアの予想からはまあちょっと大きく競った結果となりましたが、どうでしたか吉源さんは。まあ内容的には前半結構だいぶ心理を読まれて抑えられたんですけど、まあ、後半ちょっと調整できて、そうですね、読み合いに持っていけたんですよね。結構後半生き生きと動いてた感じはしましたね、すごく。サンタローマンさんはどうでしたか。めんどくさかったですね何がめんどくさかったですか。もう浮き詰めですか。はい、あの手この手でなんかゴーフとかなんだかって言ったのが出てきた覚えがないんですけどやりましたか。いや、全部失敗しました大体使ってたりあれ、あれゴーフ、画面越しの前中継のフレーム商品はあれはどっちなんですか。あれは多分裏じゃないですか。裏、なるほど。普通に裏当てと表越しですか。裏当てと裏当て表打ちの2択だったんですけど。なるほどなるほど。
でもしかし2人ともガードも硬いし、ね、ね、このガードも硬いですね。そうですか、結構フラットやん。いつもは結構もうほぼ 100% ぐらいあのグラップされちゃうんですけど、まあまあけど、フラットよね、これでもフラットな方だね。いやでも本当すごかったです。なんか感動しました本当に。はい、いい試合だったです。お疲れ様でした。はい、ということで、今回の10先ガチの結果ということですが、サンタローマンさんサガットが10。えサンタローマンさん、え今私なんて言った。サンタローさんサガットが10。吉祥寺県さんが 9ということで、接戦の末サンタローさんが勝利となりました。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。なんかリスナーの方でサンタローさんに何かこうこの試合のここどうだったのとかって聞きたいこともしあったら、ぜひあのコメントの方を寄せいただければちょっと聞きますので。はい、いやなんかお二人は見てて気になったところありますか、新さんと奥さんは。もう昇竜拳ですね。昇竜拳ジャックと今日の、ああアパパの昇竜拳の使い分けですか、ジャックと今日、はい、あれは何か見て最初に。そうですね、あれはタックチタックマンですね。あの大アパカだとあの頭の上が落ちないんで、はい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 、ジャックだと落ちるんですけど、逆にこういう場合は大アパカじゃないと落ちない。なるほど、あその距離を見てジャックと今日は全部使える。本田さん、いろいろ質問があってですね、はい、ちょっと抜粋すると、はい、どのあたりがスーパーなんですか。そこなの。そこ抜粋するの。いや俺聞こうとしてたんだろ。そうだね、いい質問だな。どのあたりがスーパーなんですか。にわかスーパーですか。まだまだこれからスーパーって言ってもまたスーパーついちゃった、ね、スーパーってどういう意味か。いや、何も意味がなくて、ただあの、まあ、サンタローっていう名前でやってたんですよ、あのストリートファイター4、はいはいはい、そこに何か名前を変えられるきっかけがあって、はいはい、それでじゃあなんか同じじゃつまんないし、あーなるほどなるほど、スーパーとマンつけちゃうスーパーマンつけて、あーなるほどなるほど、あこれはなかなか、あのなかなか聞けない。そう普通ですよね。いやなるほどなるほど、サンタローさんのじゃあちょっとゲームの内容的にも、あ剣の前中継をどう処理してますか。前中継は、まあ、当たらない前で出してくれればフォアシアパカとフォアシショット、ね、立ち壊しやってますかね。であれ、まあ、ガードされたらマイナス1なんで剣が、5番最速で押せれば、あガチャ昇竜以外は勝てちゃうじゃないですか。結局は読み合いになっちゃうんですよね。でもワードしてしまったら、まあ昇竜来ればなんですよ。なるほど。あとこれ結構大事だと思うんですけど、グラップはどうやってるんですか。サガットの壊しが5フレなんで、コパン3フレなんですよ。はいはいはい。ただあのコパングラップって言ってコパンジャタシとちょっとグラップしちゃうんで、あ、はいはいはい、そうすると相手が投げがつけた時にはグラップで当然なくて、相手何も投げとかしなければ最初のコパンが出すんです。そうですよね。普通はあのコパン壊し同時押しすると壊しの方が出ちゃ うけれども、サンさんはコパンからこうずらして、サンさんはサンさんはね、どんどん名前やっぱキャラによりますよね。キャラによりするわ。そんな呼び方してたっけ。するよね、ケンちゃん。誰でもいいだろ。そうですね。あと、剣の空中に複数竜巻に移動アパカ安定ですか。安定じゃないですね。いやたださっき多分2回目落としたのかな、あれは、まあ、相手が何もしなくてもアパカ当たる距離なんで。あなるほどなるほど、たまたま竜巻出してくれてるみたいな。当たるんですかね。じゃあ確定ですね。じゃあもう結構正解なんですか。そうですね、正解。メリットアップベッドありがとう的な。あなるほどね。じゃあもう実験側的にはもう飛ぶメリットがないなってるんですね。いや、だって EX 竜巻で近づける距離とタラジャンできる距離はだって抑えられるわけだから、まあけどこっちもいろいろ全てに対応するのちょっと難しくて、そう、球打ってはあるんですね。
まあけど、これはありだと思いますよ、ハートに対して。まあ、うん、あとちょっと技術的な話じゃないんですけど、腰追いつかれた時は気持ちをどう切り替えましたか。いや、切り替えられませんでしたよ。負けちゃうのかなみたいな。気持ちが大事。結構自動的ですよね。佐藤さんも売れないですもんね。なんかあんま動揺とかもしないですもんね。めっちゃしますよ。あら、あんまでなんか見ててる感じ、こう絵に出てなかったというか、なんかどっちかというと冷静な感じには見えましたね。そうかな。結構動揺してたんですか。もうバックンバックンですよ。スーパーじゃね。どっちかというと着付けの方がオーバーリアクション多かったですからね。ああ、パーとか言ってましたよね。パー言う、パー言う。最初リードしてたからちょっと気持ち的にはまあ楽だった。楽ですよね。いやでも診療ありますね、なんか2人ともやっぱり結構その序盤で腰グワーって離されたら結構もうおーってなるじゃないですか。でも木津健さんやっぱそこからやっぱ腰盛り返してって競った結果になってたの で、 そうですね。いやすごい。それは木津健さんはどういう風に繰り返しましたか。やっぱりですね、はい、まあ、あの同じ戦い方したら絶対負けるんで、あのやっぱり離されてくると結構あっちも、多分あの球とかも強気に打ってくるタイミングがあったんで、そこで一回あの飛び通さないと多分逆転できないなと思ったので、うん、あ、なるほど、うん、でちょっとこう、まあ、飛びを通すっていうことにちょっと意識を向けたっていう感じですかね。そうですね、飛べないってなっちゃうと下がっても球打ち放題なんで、そうですよね、結局そこが、まあ、腰離されてもこっちは飛ぶんだぞっていう意識を見せとかないとっていう感じで、まあ、うまく噛み合った場面も、そうですね、いや、でもやっぱりその動きを変えて、その試合の中で動きを変えて星を取り返すっていうのがやっぱ結構やっぱここ失敗できないとか、やっぱ小さけと思うじゃないですか、こういう本番の試合では、はいはい、なんかそういう時にやっぱそういう風にちょっと自分の動きを、まあ、順応して変えていくっていうのができるってことがすごいなってやっぱ思いますね。本当に結果負けましたけどね。いや、まあ、頑張ったそうですね。あ、ちょっと悔しいですね、本当に。いや、本当分かりやすいからね。いや、悔しいですよ、やっぱり。まあ、こんな感じですかね。はい、じゃあ、コメントくださった方、ありがとうございました。いや、でもいい試合見れてよかったです、本当に。ありがとうございました。ありがとうございます。この後なんですが、リスナーさんも参加してですね、トーナメントモードをちょっとやろうかなと思いまして、はい、トーナメントモードなんですが、なんと今日サンタローマンさんが、こちらからいやね、マンさん言ってるサンタローさん、サンタローさんってねいつも言ってるじゃんね。なんでサンタローマンさんってなんで言っちゃうんだろうね。だってそれだったらもうサンタローマンでいいじゃん。でもマンさんまで言っちゃうとね、なんかね。そうだね。なんで言っちゃうんだろうね。いつもサンタローさんって呼んでるのにね。まあいいや。うん、サンタローさんが、こちらのスタジオから、トーナメントモードに参加して、皆さんでトーナメントモードに、参加していただいて、まあちょっと遊ぼうという企画をちょっとやろうかと思いますので、はい、ぜひ、箱のご準備を。あ、一応箱ですね。はい、箱で。Xbox の。ドスパフォでやりますので、はい、持っててちょっと参加したいなという方は今のうちにご準備をお願いいたします。これあれでしょうね、パンさんがよく入ってくるやつ。何ですかね。今日来るならどうしたの。いたら面白いですね。ドラクエやってるんじゃないかな。グレン旋風脚はですね、前半はちょっと距離が離れてたんで、見てからだと間に合わないので、モーションを見てたら全部弾が出てなかったんで暴発しちゃったんですけど、後半は球見てからですね、やってます。あれは球見てから届く距離にいたんで、だからそこで反応すげえ難しいんで、まあ要集中、そう、あれはミスしなければ結構ですね、ぶっ飛ばしぐらい。3回ぐらい使ったあれね、難しいな。そう、結構ね、強気に球打つ人だったらいける時があるんですけど、ちょっとギャンブルしちゃったのはね、まあ良くないですね。好きだった。あ、そうですね、一応多分
段だけ頑張ってですね、玉だけ段だけ玉だけ玉だけ頑張ってですね、段だけで玉行ってこないなと思ったら前に歩くんですけど、その前歩きを見てサンサン行ってくるんで、まあその辺も前歩いた中で進んでくるでしょ、そうそのじゃんけんが、まあ、後半見れたんじゃないかなと思います。はい、じゃあ XBOX のXBOX360 版のスパ4で、今からトーナメントの部屋作らせていただきます、はい、タグが指剣のタグになってます、ローマ字で普通に指剣になってますのでよろしくお願いいたします。結構ですね、はい、あ、じゃあ部屋を作っちゃいますか、はい、じゃあ部屋を作らせていただきます、よろしくお願いします。はい、皆様ご参加可能ですのでぜひ入ってきてください。はい、皆様ご参加よろしくお願いいたします。前歩きで頼む癖があるから、うん、はい、ということで、じゃあ、お、すごい、あ、おはようございます。川口、川口、川口さん、待って、川口、川口さんいますね。あ、インコさん、インコさんもいる、ありがとうございます。あ、じゃあ、サンタロさん、ぜひ、はい、あそこで、あ、お願いします、あそこで、はい、入っていただいて、あ、はい、あ、じゃあ、レディーを済んで、ちょっと、はい、少々お待ちください。じゃあ、皆様、そのままで少々お待ちください。あれ、なんか、ものすごい、あの、川口さんっていう方がいらっしゃる。川口さん、ここ来ればよかったのに。あれ、あ、大丈夫ですか。あと1人です。あと1名様、あ、入っておりましたね。はい、ありがとうございます。インコは倒してくるって書いてます。さあ、これは俺ら前でなくて大丈夫。あ、そうですね、じゃあせっかくなんで前で。あ、じゃあ、このマイクをじゃあ揺らしますか。うん、あ、大丈夫。こっちに乗せてもらって、はい、あ、なんだったらサンタロさん試合までこちらに会えるみたいな。サンタロ解説あ、最速なのでサンタロは怖いですよね、うん、あ、でも移動大変じゃないですか。道だからな。どうぞどうぞ、ごゆっくりしていただいて。あ、じゃあもう坂井さんに。あ、どうぞどうぞ。なんかいい匂いするよけど。バイパー、ブルファス、おお、どっちも重さですね。すごい重さが集まっちゃいましたよ、これ。さあ、インコさんと、あれ、もう一人の方はどうなんですか。微妙なんですか。でも、BP5000 体のバイパーですかね。ですかね。で、どうしたら、全国大会の100祭りの方ですかね。多分そうですね。誰だろう、わかんない、集まってる。人は集まるんですが、強いバイパーだと、サドカンに対応になったり、ガッサンですか。あー、あー、あー、インコさん強いですね、相変わらず。サンドカンって、キラキラ面白い、やってて面白いキャラが、まあ、サナコですね、今は。あれはちょっと、まあ、遊びで。もともと豪気なんだけどね。そう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 。はい。そうです、そうです、そうです。そういうことないなぁ。そういうことないなぁ。実験実況。ヨーロッパ？あ、海外ですか。行ってみたいですね。おお。え？チャンスある。さあ、ルーセース。さあ、勝ったのはインコさんです。そうですね。盛り上がっていけば、サンタロさん当たりますからね。うん、もうやりたくないですね。対戦したことありますか、インコさんとは。昔は箱自分もやってたんで、はいはいはい、多分あると思うんですけど。アイアイさん、小山だけない。あ、アイアイさんだ。うわ、ジュリーの、アイアイジュリーです。多分なんですけど、はい、僕らジュリー業界でも一番嫌な風水を使う方。お、一番風水でダメージを取れると言われてるぐらい本当に強い。これはするのが嫌だけど。え、これはどうする。赤星さんですか、これ。アイアイさん、カメ投げるさん、カメ投げるさん、ユリダンジ。あ、じゃあいい名前ですね。さあ、PP6000 ジュリー。 6000、 すごいですね。プレステ、そして箱で両方とも PP6000 あるんです、すごい。
で、この方がすごいと思って、プレイステーション3に明け家庭用の Xbox 全部で参考したことがいいんです。これは結構ザンギ苦しいのかな。これきついですね。ザンギガンフリーですよね、これ。皆さん、そうですね。ちょっと、亀投げるとこ見てみたいですね、これ。これもあれとさすがにジュリーが有利。かわいそうですね、ちょっと見てるところ。このシーンさん、残業側としては何をすれば、バイでワンチャンぶっ込むか、カラジャンプ、長道さんタイプを設定してくれて、使わせて9位を狙いたい。カラジャンプも使いたい。新しくなんかネタが見つかったっていうところで続いて、はい、ジャンジーのジャンジー対パンチで、はい、ジャンジーのシャンジーさんが多分ジュリーに引っ張り出すって普通ですね、これ。60秒してやったんですよ。まあ、そうなんだ。なかなかないでしょ。今みたいにロングキックなので、はい、動かすこともできるので、あ、どうにかして一応動かせるように頼むください。で、比較して、この間に相手のところに入れられたもうこれで、おこれで、おっ、はめ投げタイム、はめ投げタイムが、しかもしっかりバックして、さあ、大分からがしっかりとまた球を落ちたので、その10位のフルシャルというところが、その後に球をまた溜めることができるという、そういう流れが、やきついなこれ。おあこある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 。あこあった。ああ。勝ったのがアイアイグリー。今のザンギ飛んでいくのが渋いですね。さあアイアイさん、本当ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。次サンタロウさんか。いや、違う、ユミケンタクかな、ユミケンタク最後ですね。あ、そうですね。じゃあこの試合の後でじゃあまた川口さんですか。川口さん、川口さんと豆コッコさん、豆コッコさん、キャラなんだろう。すごい、まずは集まってすごいですね。川口さん、何で来るんですかね。え、どうですか。サンタロウさん、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 ローズに有利なキャラでも倒してみますか。おお、すごい。5500。豆高校です、3ですか。豆高校さんですか。豆高校さん。これ川口さんは何で PP 上げてるんですかね。ローズで。ああ。ああ。でもダンスマッチをやってないのかね。ネットでよく見ます。ローズで上げたんじゃない。ああ、でも元々上げだったの。へえ。ちょっと、調子悪いですね、川口さん。あれ、これは家庭用のまだ名前を伝えてなくても非常に強いと。家庭の方って、うん、の推進していきたいのものすごい良かった。そうですよね。これは失敗。さあ、どうなんでしょうか。こういうその明け甘えられてない方と川口さんが面白い。面白い。面白い。ただこの方が実はすごいことだったので、あれだね。あるある。見た感じ普通に強いでしょ。すごいですよ。自分の先でなんかちょっと分かんないけど、このローズ戦の距離がすごい分かってる。うまい。川口さん負けそうですね。川口さん、あれ危ないですよ今。おあれ危ない、あれ負けすぎやめた。うん、おおあとカムスタイム、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 我慢する、カムスタイム、カムスタイム、いや、ね、どうでした。あれ半額ですかね今の。カムスタイム、あ、川口タイムしていって、カムスタイム終わらなかったね。これが解説である。解説である。ハーフスタイルに勝ちます。あ、落ちない。うん。投げが通って、
うわーうまいわうまいやばーあー落とされた落とされるこれやばいですねあっ使うおーちょっと喜んだね今あー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 倒してタイさん負けちゃいましたねタイさんよかったなんかさっきツイッターでよろしくお願いしますって言ってたよね豆ポッポさんの息吹っていうかねおめでとうございますすごい強いすごかったですねタイさん見えないから中断はい、タイですよあですはい、じゃあサンタボさん、よろしくお願いしますお願いしますお相手の方は小山田くんさんあ、ガイの方かなあー、そうだんガイの方だったようなですね、ガイですねこの方、箱で有名なガイ戦をガイ戦あまり知らないあまり箱で有名なガイの方ですね、モサの方ですはい山田さんもう5000超えすごいね、うん、ガイってあんまいないですよねでもやっぱりモサの方ってキャラ隊が一番進んでないんじゃないですかぐらいあるよねハカンの方がネタ見つかってる感があるぐらい毒を持って毒を制すだろライフスタイルですよ完全にさあ、キャラさんこれもうしっかり通すライディングにテレビに当てて中足にうまいさあ中段小足さあ僕はガイの通常技がわからない当てるさあ最高最高取って通常技通常技通常技なに最近剛拳使ってるからジャになってるあなるほどエクジエみたいなそうなのあえエクジエじゃねえのここじゃだよ、ね、さあうまい最高さあこの橋の方へ回答に話しつつさあ今のしゃがみ大パングラッドブスかさあ首キャンしてタイミングずらしてブルーコンを決めてこれは倒しきれるか倒しきるよねしっかりと倒しきってさあ小山田なるほどねとなるほどねうなずいてますまずいかさあ小山田君がいるのか一本取るさあこれはしっかりと対応から画面端さあさらっときついじゃないこれああさあしっかりとここ決めてさあウルコンを使っていくさあタイガーディストラクションブルフィットさせてさあそして球を重ねつつさあ相手タイクは使ってしまうがしっかりとあーっとここで球に割り込まれてセービングが当たってしまうおっとおっとここでアバカが出なかったさあこの後はアバカを使ってしっかりゲージを使ってラウンドを取り返していったサンタローマンサガットこれここでサンタローさんのことはどう思うんですかあのこれかつてでさかつてでやってるけどサンタローさんのことはどう思うんですかねまあまあだからいい感じですよいい感じですよ今日からいい感じですよ暴れ暴れてこちら目はさあコパン早いよさあこれは裏回り出したりガードして DX の球が当たってさあ勝ったのがサンタローさんのサガトはいよ小山田くんさんでいいのかなありがとうございましたありがとうございましたでも本当こんな強い人たくさんいるんですねですねでもやっぱり猛者の方って大体あこの人何々使いに強い人だっていうのが分かりますねタグだけでインコルーマス対 II ジュリーおーおすごい見たい見たいうん、番組の URL、あ、スイッチのおやつですか、うん、あ、そうですね、ぜひあの僕なんかも調べられてると思うので、この指線のツイッターやられてる方はぜひいらっしゃったら、そのツイートですねあぜひリツイートなどしていただければと思います、はい、よろしくお願いします、指線のこれはアカウントですね一番上に指線 TV のツイッターアカウントなどもありますのでよろしければ皆さんフォローしていただければ指線の情報すべてここで発信させていただいてますのでよろしくお願いいたします、はい、お願いいたします
さあ現在がスーパーサンタローマンママだが、負けたらノーマルサンタローマンになる。そして優勝するとミラクルサンタローマン。これはどうなんですか。これはですね、お互いが嫌っていう組み合わせですね。そうですね、ただ個人的にはやはりジュリーの方がいけるのではないかなとはいう気はしてます。ジュリーがいけないキャラっていうのが本当あのルーなんですかね、さあキムも移っていく。はい。入っただけ、はい、入っただけ。さあこの密着状態に持っていったらルパスはかなり強い。しかしこの近代パンなんですよ、相手の投げだったり押し勝てますし、そして風水も押し勝てます。しっかりと対処していた。まあ、ウルコンが当たり、やばくね、ウルコン止まったんだけど、そう、置き攻め、回して回して、しっかり片手で逃げる、もう一回風水打ってるの、これ、あの一度夢がありまして、あの風水発動して、ホンダのスパコン、鬼武装を手に取って、もう一回風水発動したいっていう、できる可能性があります やろうと思わなかったんで、ちゃんとは。やってないですけど、できたらすごい面白いなと思って、風水発動、締めて風水みたいな。なるほどね。さあ1番目取ったのがアイアイジュリー。さあインコさんはですね、もうひとくろだったり、この前 の秋祭りも出てらっしゃったんで非常に有名かと思うんですけど、このアイアイさんって方はですね、関東で横浜近郊なのかなにいらっしゃる、DP が10万超えてるジュリーそうなんですよ、ウォーリアージュリーです。はい、ちょっとあのヨナさんがカードを削除しちゃったんですけど、それで今デンニジュリーなのかな、ポイントが。1が、YK さんって栃木の方ですね。はい、今唯一のグラウンドウォーリアーだと思いますね。よくわからないですけど、今なんかナショでカード作ってるんです。あ、本当なんか今2万円分。はい、まあ、この人たち全員集まるジュリサミットが当たってあります。宣伝です。はい、30人超えちゃいました。何するんですか、ジュリサミット。まずのじ合いですね。のじ合いをして、ジュリ界の方、初級者の方、上級者の方関わらず、まあ、交流を深めて、まあ、せっかく関東で同じキャラ使ってるんで、みんなで、ね、仲良くワイワイできたらいいなってことを。ゲーセンでやるんですか。そうですね、ゲーセンです。なるほどな。はい、ゲーセンとかも時間があればぜひ、じゃあぜひ行きやってくださいと。ゲーサミットやりたいですね。ゲーサミット結構中央の方が多いみたいで、そう、あのジュリーって関東に固まってるんですよ。さあこの風水発動は、無敵で抜けれます。なるほど。はい、あの無敵というよりもですね、あの相手の技の持続時間によってくるんですけど、持続時間が短い技だとっていう感じですね。さあこれはジュリー側はスパコン当てれば勝てる。なるほど。あ、これ勝ったんで、いけますか。うわぁ、うわぁ、ってまーす。最後、トビが取ってインコさんが勝っていく。あやさん、ありがとうございました。あさってお願いします。よろしくお願いします。でもなんかその見てたら、そのジュリ側が結構体育をたくさん使っ、いろんな種類の体育を使わないといけない。そうですね。なんかこう感じを受けたんですけど、ね、対戦相手ないですね。青っていく対戦相手は、まあ、イブキの方、まあ、マメコッコさん。カメさん、さっきスパコン歌ってましたね。中段からスパコン歌ってましたね。はい、川口さんもぜひまたここで遊びしてください。お願いします。スレッドそこら辺を通りかかった川口さんみたいな感じで。なんかちょっと前回の対戦で負けてザマーとか思ったでしょ。はい、腹黒さをアピールしていく。川口さんを心の底から応援してましたよ。ザマーとか思ったでしょ。残念だったな。伊吹サガットはですね、あのスパホ出た頃って伊吹含有位って言われてたんですけど、今はどうなんですかね。だからかなりいい勝負な気もするんですが、やはり勝利見えないものは見えないと思うので、これはどうなんでしょうね。どうなんですかね。しゃべった。確かにと回転回転。さあ暴れていく。さあ落ち着いて。でもあの、今、伊予さんって、あの、すぐに全員の方は、ほんの今やってないけど、はい、あの、履歴止まってるのは、サンタロウさんに負けて履歴止まってる。おぉ、履
ベビーメイト三段さん勝ってて、あーこれはおーおーっと、しっかりと投げて、シソン取ったのがサンタローサート、さあラウンド2、開幕前して、力強い選択肢、さあしかし、コパン中、端からしっかりと切れ目まで持っていった、うん、浮さん、息吹使ってたよね、一時期、マスターになってたんだっけ、一応、マジで、この時のサガット戦はなんかどうだったの、息吹使ってみたら下がってたよ。いや、タムラそんなに高くないから。はいはいはい。なるほど。出せればってところ。あと、しゃがみ中盤のあれがすごく機能するから。おっと、しっかりと読み勝っていく。完全にこの展開読んでましたね。うん、さあ、当たりになってしまうが、グランドタイガー。さあ、EX の、しないが当たり。だけど。さあ、じいたところ、スライディング先端をしっかりガードして、さあ、スライディングを前してしたが、隠ってはいなかったか。さあ、ローキックからコパンが入らず、ローキックからコパンの目押しはゼロプレー、ゼロなんだね、よくアッパが出したな、球で良かった気がしなくもないですが、さあ、投げが通って、さあ、これは裏に回って、コパン中出し、スムージー、さあ、スムージーコーンしっかりとしている、さあ、押し出し、中出しをしっかりガードして、ブラッドタイム、ここが早いっぽいですね、あ、そうですか、あと結果がまた先に。パスケットグラップして、スーパータイガー、さらにはスライディングを、さあ、ここで飛びが通ってしまうが、コンボにはいけない、さあ、足払いから、クライをバックステで回避、うまい、そしてしっかりとグラップ、さあ、ここから体力を巻き返すことができるか、しかし、首折りが入って、こっちが入って、さあ、この息吹の方が非常に強い、マメコックさんの勝利、おめでとうございます。佐藤さんもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、これで決勝戦がインコさんとマメコッコさん、この方、元の方なんですかね、知ってる方いらっしゃいますかね。うん、非常にうまかったですね。はい、じゃあちょっとそのまま僕も後ろの方に、はい、はい、決勝戦です。じゃあ画面の方はそのままで大丈夫ですか。はい、イブキルーファス、ただいいキャラですよね、うん、なんかそんなにフェイドとかキャラみたいな、うんうんうん、なんかそこまでやらや、そうだ、まあ、うん、そこまで言われるけど、そうなの。さあ、獅子奮迅の称号、かっこいいですね。ねえ、かっこいい、うん、特別称号、特別称号、家庭用の何かの大会の優勝称号だったかな。持ってる方が本当少ない称号で。おお、そうです。あ、なるほど。あ、じゃあ、このトーナメント終了後まだちょっと時間の方があるので、指剣メンバーでダンスマッチをやりたいと思います。ぜひ誰か見たい方いらっしゃったら、はい、ぜひともコメントしていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。出てこいよ、ボコしてやるよっていう、なんで新年生ですね。なんで吉祥寺リュウでもよければ浮き号券もあります。なるほど、はい、浮き号券ありますよ。浮き号券非常に強いと噂の今、うん、ノリに乗ってると噂の、はい、さあ一本取ったのはインコさん側。でもね、ボケ弱い。ボケ今から強いよあれ。弱いでしょ。ゲームどっちだよ。ゲームは強いですよ。本当にゲームだってね。ゲーム強いよ。優勝。ああ、この間のカナダカップ優勝ゲンの方ですね。さあ、最後までしっかりと表裏をつけていって、優勝したのはインコさんのルーファス、おめでとうございます。いやすごい、マメコッコさん、そしてインコさん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。参加していただいた皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました、本当に、はい、いや、こんな強い方に集まってもらえると思わなかったですね。ですね、ここまで元の方が多いと思わなかったので、はい、非常にいいトーナメントになりました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。じゃあこれで部屋の方は一度通して、はい、そうですね、部屋の方を一度通りさせていただきまして、はい、ランクマッチの方に行きたいと思います。何かコメントがなければ僕は自動的に浮さんを生かしたいんですが、ランクマッチに浮さん見たいですよね。浮さんの合計というのをぜひ見てみたい。あ、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。またね。
見たいですよね、ちょっと浮さん。じゃあ最近、あの噂の浮き貢献、うん、行きますか。スタンバっといてください。じゃあ噂なんですか。噂ですよ、かなり噂になってますよ、はい、ちょっと浮き貢献で、はい、さあちょっとハードルを上げたところで浮さんには頑張っていただきましょう、うん、はい、行きます。サンタロマンさん、はいはい、サンタローマンさん、サンタローさんの戦い方が戦いたい方がいらっしゃればコメントで言って、ね、もらえれば出ていただけますよね。はい、いいですよ。じゃあちょっと浮きさん一試合やって、うん、次サンタローさん、サンタローさん、何ですか、何さんランクマッチクリエイトで、クリエイト、はい、今から指剣のタグでクリエイトさせていただきます。あれ話的な感じですか。そうです、早いもの。そうですね、はい。で川口さんが入ってきた瞬間、三太郎さんになります。はい、そうなんですね。はい、じゃあ入ってきました。はい、はい、どうぞどうぞ。じゃあレディー、レディーしてください。いいですか、いいですか。いいの。どちらでどうだった、どちらでいきますか。あ、じゃあコーディーで、コーディーで、コーディーでいっちゃいますか。コーディー使うでしょ。どうぞ、どうする。あ、でも豪剣言ってたからな。まあ豪剣使うわ。お、じゃあ浮き豪剣で川口コーディーだ。川口コーディー対浮き豪剣。これコーディーすごい有利なんじゃなかったっけ。あ、そうなんですか。あ、これはやばいコーディー。あ、ブレイク技が痛い感じで。あ、もうやりたいもん。なるほどなるほど。これ1回ガードから負けない。じゃあちょっとサンタロウさん見たいっていう方が多いんで、うん、あのちょっと次から川口さん時間もあのそうですね、川口さん来たら川口さんでちょっと時間までじゃあサンタロウさんで、そうですね、年齢してもらおうと。僕あの個人的にサンタロウさんにお聞きしたいんですけど、うん、あのフットボを始めたきっかけだったりそこら辺のお話聞きたいなと思ったんですけど。聞きたいですね。そうですね、スロップっていう某フェイロン店がいるんですけど、はいはいはい、宮城で、はい、彼と、まあ、一緒によくゲームしてる中で、はい、僕はどっちかっていうと KOF やってたんですけど、はいはい、あのプロップがある時ストリートファイターを始めて、うん、あ、ストリートファイター4の、うん、そうですね、昔のやつですね、はい、はい、サナトしか来たんですけど、はい、僕ザンゲームだったんですよ、一番最初は。おー、はいはいはい、分からず、とりあえずぐるぐる回してないみたいな、はい、昔のあの強い頃ですね。そうですね、はい、はい、でそれで、まあ、当然かけなくて、はい、どのキャラが一番強いので、うん、はい、当時あの誰なんだろう、伊予さんが優勝した後だったのは、ね、はいはい、ダルシムが最強だったから、まあ、そんな感じ間違いはないですけどね、優勝した方なんで、きっかけで僕はあのダルシム使いのサンタロウという名前で始めました。羽ですよね。そうですね、今思えばなんかタクシーなんだったのかもしくはあの、まあ、本当にそう思ったのかもしれないですけど。いやでも実際私スプロポーの時のことが分かんないんですけど、実際どうだったんですか、ダルシムっていうキャラは。最近はないですね。やっぱサガットと豪気がすごい強いゲームでしたもんね。予算がちょっと強すぎたぐらいの感じ。なので最強キャラがダルシムと勧められて、ダルシム、サンタローっていう趣味の前でダルシム使いで、まあ、それにすぐやめたんですか、ダルシムは。そうですね、3万ぐらいまでやったんです。あ、でもやったんだ。いやもう、やっぱ勝てなくて、当然バイソンとか、うん、結構強いバイソンがいたんで、あ、うん、まあ、何度もそうですよね、本当に強いのかと、プロプロに僕は期待したんですけど、本当に強いとこのキャラ本当に合ってるのかと、ね、間違いない、お前が下手なだけが頑張りが足りない、足りないのかな、なるほど。3万ぐらいでリュウにしましたけど。え、サガットにはしなかったんですか。そうですね、その後リュウ使って、うん、あれ剣とか使って豪気ですね。あー、豪気、あー、うん、スト4時代は豪気で、そうですね、うん、なるほどなるほど。あれ、なんかだんだん海外行ってる間に、さあ、浮さん、なんかさらっと、おめでとうございます、はい、お、そしてキレッと川口さん、お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ、28取ったんですよ。これ、クレートじゃ、そうですね、クレートして、じゃあ、サンタロさんやりますか。時間まで、あ、はい、お願いします。はい、じゃあ、皆さん、タイムがちゃんでね、ぜひサンタロさんのスパフォーのサガットになった話も聞きたかったですけど、ちょっとここは、はい、あ、じゃあすいません、ちょっとレディーの方ちょっと待ってください。はい、ちょっとお待ちください。はい、はい、サンタロさんに変わりました。はい、はい、サンタロさんよろしくお願いします。はい、あ、キャラクター、あれ
でしょうか。龍、龍、いい、いいゲームですよ。ハンタロさん、基本的に玉キャラにはキャノンですか。そうですね。ジュリは1ですか。ジュリはキャノンです。キャノンですか。キャノンですね。最近キャノンにしますか。最近キャノンにします。面白いな。そう？面白いです。中華始めましたみたいな。中華始めました。最近キャノンにしたんですよ、ね。キャノン始めました。俺だけかな。そこに出る。おー、あった。さ、誰も突っ込まなかったけど、うさ、本当にそれ髪型変わってんの？あ、ちょっとね、上げてきた感じ。めっちゃ上げてきたんですよ。何上げてきたって？オールバックにしてたんですよ。知ったんですけど、まあ、完全ちょっと、毛が柔らかいので、戻ってきちゃった。おわぁ、ダイヤシにキャノンが確定する。なるほど。怪しかったな。反応お兄さんですね。おっと、若干さっきから、おっと、これは、これも繋がってないぞ。そうだ。繋がった。簡単だったから。なるほど、なるほど。そんなのあるんですか。簡単だと、あの、ちょっと遠くもあったしてるか。ほほほほほ。おお、どうしっかり回していく。さあ、中足に入れ、ひろし返して、内野しっかりとグラス。頭を取ってて、さあ、アバカタイクしっかりして。さあ、これが若干、回避が出るのタイミングが遅かったか。さあ、回避が当たらず。さあ、この距離もいい。さあ、EX のグランドタイガーで押し返して。さあ、タイガー、タイガー、押し返しつつ。さあ、あとめくりたちの表示出してしまい、さあ、ここまで近いと大空からのタイガーキャノン。さあ、残りは削るだけか。おおっと、竜巻の着地に中断。本当？嘘？はい、素直に嘘です。だって素直に言うところがいいですね。おっと、さあ、しっかりと密着の時はグラップを通して、何歳か打つ。さあ、ここもアパカから、ここは打たない。これは純詐欺をやってきた。さあ、小足、小パン、アパカと、さあ、昇竜をしっかりとガードして、これはタイガーキャノンでガードされてしまう。さあ、しかし相手もウルコンが見て、さあ、めくり竜巻にしっかりと合わせていく。めくり竜巻に裏回りの勝利ってなかなか難しいですよね。うん、おっと、なかなか思ったとおり球が落ちないか。最後はこれもアッパーカットでじりしたところ、球を落ちて、さあ、これで龍が上がったりするドット、しっかりと EX の球でしっかり溜めて、しっかりと溜めて、さあ、接戦をものにしたのはサンタローサラソー。ちなみにサンタロウさん、苦手キャラっていらっしゃいます？このキャラちょっとなーっていうキャラ、先ほどなんか害分からないとかそういう感じのこともおっしゃってましたけど。そうですね、あ、そうですね、ランクマッチクリエイトでお願いします。アベル、アベル苦手ね。あ、アベル最近はまだそんなにはいける感じに、キャラ大事になってきたんですけど。先ほどの方ですか。あ、この時間だったかな。あ、じゃあ一度、そうですね、退出していただいても。あ、そうですか。はい。あ、ちなみにラグ大丈夫ですか。若干ラグかったか。あ、じゃあちょっと一度、はい、申し訳ないです。ちょっと会社内容が悪いみたいなので申し訳ないです。申し訳ないです。はい、指剣のタグでランクマッチ今クリエイトさせていただいてます。よろしくお願いします。結構たくさんの方と対戦してほしいので、はい、違ったところでお願いいたします。はい、申し訳ないです。よろしくお願いいたします。さあ、そして時間的にはあと何試合ぐらいですか。あと10…バイパー、バイパー、バイパー、苦手ですか。
39キャラもいるから、うん、もう4、5キャラいるから、ラティンでやったよ、うん、ラティあ、海外ラティンさんはあんまり下がっとやっぱりいらっしゃらないんですね、この方には。海外で下がっとってなかなか効かないですね。カシワシに三大キャンセルして距離を進めて、さっき1番が当たりから三大キャンセルして、さあセービングを割っていく。さあ、空ジャンプから大パン EX テイスもバーニングから大サンダー。さあ、空中バニーなので、さあ、また空中バニーから大サンダー。さあ、これは表バニー、しっかりとグラップ。さあ、背びをしっかりと割っていって、さあ、これはしっかりとやカウンターならグラップして狙っていたが、バックステで回避されて、さあ、1本目取ったのがバイパー。さあ、タイガー、性質もキャンセル。さあ、これはしっかりバックジャンプで読んでいたか。さあ、暴れたところはしっかり登場機。さあ、これですね、オクラセの中盤、バーニングを潰す中盤ですね。さあ、性質も中サンダーから、さあ、また中足いった。さあ、このサンダーが非常に面倒くさい。うまい、うまい。さあ、これはウルトバサイまでいけないと踏んだか。さあ、これで、セイスモス2サンダーからバーストタイム。あ、さあ、ラウキして、さあ、苦手と言っていたバイパー。はい、どうも、入ってきていただいてありがとうございました。強かったですね。全然損じない、うん、見えない、ね。見えなかったですね。しっかりと当てていて。はい。じゃあ、もう一度、アンクマクリエイトをやって、お片付けしました。はい。じゃあ、ラストに。はい、クレードもう一回やらせていただきます。よろしくお願いします。すごいですね。はい、いやー、でもトーナメントいろんな方入ってきてくれてありがたかったですね。うん、いや、この方バイさんにすごい強い方じゃないですか。あ、聞いたことある方ですね。あ、そうですね。バイソンはあの東北の頃から対戦経験は、そうですね、私こっちからいない、あんまりいないんですよ。お、バイトターズミアルド、お、ちょっと非常に楽しみですね、それは。あぶらめちゃったな。あぶらめさあ、見ていきましょう。さあ、バイソン側は玉を飛びや、さらには短パンチ、そして EX 技ですね、で、回避の波動なのですが、やはりゲージがないとき、こうやって前に歩きつつどうしていくかというと、さあ、サンダージで溶かして、さあ、グラ潰しを狙っていたらしっかりとガード。さあ、ダストが当たり、グラのタイガーで押し返す。さあ、さあ、円台系ですね、円台系で対処しつつ、グラのタイガーで距離を離す。さあ、画面端を背負っているが、あまり画面端が機能を伝えないか。あ、さあ、ここで DX のダッパーが上がり、ウルコンまできっちりとつなぐ。さあ、サンパで詰めて、オキデイマは中段が通るが、その後が入らない。さあ、この通常技の振り方、非常にうまい。さあ、サンパが、この距離。さあ、飛びが通ったが、追撃まではいけなかった。さあ、これはウルトを狙っていたが、さあ、今のは弾が出なかったのか。ちょっと弾が出なくて、怖く意味。さあ、世間一般ではバイソンのきついキャラにも入ってくるサガットですが、しっかりとうまい中盤カウンターからの、さあ、敗者が入らず、さあ、距離をじりじりと沈めつつ対処していけることができるのか。さあ、短パにしっかりとアパカ。さあ、中盤グラッツ口、小パン確認アパカ、最後はイーステッドに中盤アパカ。素晴らしい。はい、短パンチを対処できるかどうかがだいぶ違ってきそうな組み合わせですね。さあ、EX のグランドタイガー、バイソン側がリバーサルの状況で、EX を出さない限りはやはり一発で EX 技が飛べてしまうので、その EX 様のポイントですね。お互い1ゲージ使ったのにもかかわらず、サガト側がやはり勝つという、この状況もなかなか作られると厳しいのかもしれないですね。おっと、うん、
で、まっすぐしっかりと飛びは体育さあ、グラブタイガーでまた押し返しつつ、おっと、カウンターもこの、あのバイソンにアパカナとの配置が若干タイミング違うので、このキャブキャブでなかなか難しいですね。今のは若干裏に曲げて、さあここでできなかったが、パチューさんが入らず、さあこれはサンパが当たってしまい、さあ飛びが飛ばって下山下さい、ダシコパンからの後ろ投げ。はい、サントロさん、泣きましてありがとうございました。入っていただいた皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。はい、じゃあちょっとエンディングの方に、そうですね、じゃあ僕とまた浮きが後ろの方に来てして、はい、じゃあまた一つずれていただく形で、はい、はい、ということで、サントラマンさん、本当今日はありがとうございました。ありがとうございました。面白かったです。いやー、よかったよかった。いやー、またぜひ来てください。はい、はい、ということで本日ですが、10月、はい、お疲れ様でした。お二人ともお疲れ様でした、素晴らしい試合見せていただいてありがとうございました、ご視聴いただいた皆さんもありがとうございました。あのコメント、あの途中からだったんですかね、あの途中からちょっと終えたんですが、次回はね、最初からちょっとコメント拾えるようにしていければいいなと思っています。はい、さあ、もうお別れの時間になってはい、あ、なんかインフォメーションあれば、皆さん何か告知などあれば、ね、まあ、先ほど言わせていただいたんですけど、ジリサミットというのが、まあ、あるので、あさってですね、もしあの野地合だけでもという方いらっしゃったら、ぜひあのクラブタイガー新宿西口店様で、集合を行ってますので、はいはい、ジュリースタイガーなんか 2,30 人ぐらい開催すると思うので、よろしかったら遊びに来てもらえるかなと。全部ジュリーですか？そうですね、基本ジュリーですね。はい、それはなんかそのサミットを、はい、こう対戦しているところに他のキャラがわーって入ったりとか。あ、全然いいですよ。あ、そうなんですか。もちろん、はい、大丈夫です。それをなんかグリサミットがあるっていうのを聞いたせいで行かない人もいるかもしれない。そうだね、逆にね、うん、っていうのはあると思うので、まあ、ちょっとお店の方には迷惑をかけないようにしつつ、なるほど、はい、やらせていただきます。あと、あの毎週ちょっと予備券の予備が省いちゃってるんですけど、木曜日にコイズキューブの方でフリープレイ、初級者中級者向けマスター以下の方限定のフリープレイというのをやらせていただきまして、マスターもいけるってこと？マスターも OK です。あ、はい、マスターの方も全然 OK なんで、一応あの台数の方が、基本2セットで、PP 推奨台がもう設置させていただいてまして、マスター以下の方限定台だったり、PP2 万以下限定台だったり、当日来ていただいた方でちょっとハードルがやっぱあると思うのでポイントを、調整しつつ、東京の高円寺キューブですね、中央線中野から隣です。はい、中野の隣の駅なんで、よろしければ遊びに来ていただければなと思います。よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、さあ初級者といえば、はい、実はこの指券でも、はい、初級者中級者企画、あ、そうですね、やっていくって話なんですけども、一回実は、先週の日曜日、土曜日、土曜日に、実は一回時間外放送というものをやらせていただいたんですけれども、はい、そちらの方で浮さんとしんくんが、はい、初級者のマリボーさんという方をお呼びしてですね、はい、初級者企画をやらせていただいたんですね。で、こちらの方をちょっとやっていこうじゃないか、これからもということになったんですよ ね、 すね、はいはい、なんで、ちょっとまた詳しいことはゆりけんのツイートなどでお知らせいたしますが、はい、まあ、ちょっとまだ日にちの方は決まってないんですけれども、まあ、そういうことがあるよということだけちょっと、ぜひ初級者の方、中級者の方は、ね、見ていけるきっかけになればなと思っております。はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お知らせは何か、サンタローさんの中なんかありますかね。うん、特に特にこう、はい、なんか大会に出るよとか、なんか、そうですね、ハイボーン、あ、ハイボーン、あ、はい、はいはいはい、おじさん5人でちなみにそれメンバー発表したり、なんかこんな方たちと出るんだよ的なものをなんか言ったりとかは問題ないと思いますけど、ね、あ、本当ですか。今なんとなくのメンバーでもいいんで、じゃあそこなんで、お、誰で出るんですか。え、まあ、バートおじさん、バートおじさん、バートおじさん、反応おじさん、あと暴力おじさん、暴力おじさん、シートおじさん、シートおじさん、あともう一人何おじさんなのかなちなみにそれプレイヤーネームは誰なんですか
まあ、ダートおじさんは、おじさんはまあ想像通りだと思います。中段おじさん、そうですね、中段おじさんですよね。暴力おじさんっていうのは、まあ、プレイスタイルなんですかね。はいはい、あれ、あのバイソンですか。あ、なるほど、暴力的なバイソン。そうです、暴力的なバイソン。暴力おじさん、結構ツイッターも香ばしいバイソン。そうですね、そうですね、おじさんバイブなんですけど。なるほど、すごい面白い。チートおじさんは、チートおじさんは、あの口であの低空で黄色く光る。あ、なるほど、なるほど、槍のように降ってくるね。の、まあ、ガングルおじさん。ガングルおじさん。ああ、なるほど、なるほど。準優勝おじさんですね。そうですね。準優勝おじさん。プルプルおじさんです。はい。なるほど、なるほど。プルプルおじさん。ちょっと待ってくださいね。どうだろう。もう一人の方が。あの、ケンちゃんは裏切ったから。はい。せ、まあ、接戦の方ですかね。あ、接戦の。二択おじさんですね。二択おじさん。中パンセミキャンスクリオズさん。あ、セスおじさんですね。そうですね、セスおじさん。ザンゲーフにスクリュー決めるの楽しくてしょうがない。なるほど。といったメンツで出る予定ではいると。そうですね、はい、面白すぎる。そんな感じですかね。なるほど、はい、いやちょっと楽しみですね、それ、そのチーム。またハイボーンぜひみんなで盛り上げたいですね。ねえ、ぜひぜひ。さあということで、まあ、こんな感じですかね、はい、告知的には、はい、次回配信は、再来週ですかね、普通に再来週、再来週の木曜日に、はい、あ、次回のディベートは、そうですね、はい、再来週の木曜日、はい、各週でやっております、はい、さあということで、そろそろお別れの時間となってしまいましたか。かそうですね、大丈夫ですか、もう、はい、閉めちゃって大丈夫ですか。じゃあ閉めちゃいます。さあということで、今週も見てくださった方ありがとうございました。ゲストの皆様、ランクマ、チーム、チームバトル、トーナメント、トーナメント、トーナメントバトルにご参加いただいた方、皆様本当にありがとうございました。再来週の配信もまたよろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあサンタローマンさん、はい、またぜひ、サンタローマンさん、サンタローさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。また、サンさん、サンさん、また来てください。はい、はい、ということで、じゃあ、皆さん、バイバイ。お疲れ様でした。ありがとうございました。かわいい、ちょっとかわいかった。終わりが決まってない。終わりがなんか微妙に。